今日はこの大好きな2人とこの大好きなお家を紹介します。それではスタート。ごめんごめん。これは初日の様子ですね。ハロー、ピーター。 Hi, welcome. メアリー。スウェーデンぶりですね。スウェーデンで出会って、あ、これメイ、メイヤー迎えてくれてます。かわいすぎてワーオしか言ってません。このリビングも素敵でした。どこを見ても楽しいですね。これはその日の夜の様子。僕の YouTube を見てくれてますね。真剣に見てくれてます。嬉しいですね、こうやって見てくれるのは。僕、自分の動画を見ると、あー、やってますね。うとうとしております。うとうとしてますね。あ、高須くん。 Funny people. Yeah, those weird people that walk みんなは楽しんでもらえてよかったです。そんな夜でした。さて、次は2階です。見てください、この壁紙かわいい。上がっていくと、びっくり。かわいい世界が、かわいい、待ってました。すごいかわいい。あれ、メイ首輪が光ってる。ベッドが何個あったのかな。各部屋にあって、どこでも泊まれるよって言ってくれました。兄弟柔道部って書いてある。どこにいてもいいよって。なんと息子さんが日本に住んでるということで、それもまた何かのご縁だなと感じました。ピーターがいろいろ紹介してくれてますね。めいちゃん、こうやって昔の写真を撮ってあるの本当に素敵だなと思いました。もうね、もう飾ってあるインテリアがすごい可愛くて、めいちゃんもすぐ懐いてくれて本当に可愛かったです。そして何よりびっくりしたのが、しかも、すごい。ホームアローンの世界ですね。こんなの見たことないです。何者？この暖炉も素敵でした、本当に。ずっと見てられる。Yeah. Get on it, man. Thank you. It's,
ありがとうございます。Thank you. Yes. 次はもうこの大好きなキッチン。I'll take this one. You take that. Okay, very good. Thank you. これ箸をプレゼントしてあります。I keep the purple ones. 喜んでくれました。Thank you so much. That's so rare. お土産買ったチョコもごまあえつです。ウェルカムドリンクでホットチョコレートをメアリーが作ってくれてます。使いどころは本当に可愛くて、おめえがね、この下にいるの可愛いですよね。おいしそう。木馬もあったね。続いてはこのゲストハウスもあるんですけど、ゲストハウスの紹介です。ベッドが一つあって、こっちにも簡易的なキッチンがありました。これは息子さんが作った木のスプーンみたいです。そして奥へ行くと倉庫、綺麗にしてますね。本当本当、ピータとメアリー綺麗好きで、物があるけど綺麗、憧れですね。これはトラック、トラクター、あ、トラクター、はいはい。続いて2階へ。ゲストハウスの2階を上がると、なんとの仕事部屋です。ピーターは音楽もできちゃう、本当に何でもできる人ですね。何でもあります。撮らせてもらいました。こっそり覗く高そう。本当に綺麗に仕事部屋も整頓されてましたね。憧れる仕事部屋でした。この本はピーターがデザインしたみたいです。おー、すごい、この文字とこのデザイン配置、この方の本をピーターがデザインしたみたいです。すごい、すごいわ。こちらはメアリーですね。メアリーもグラフィックデザイナー、二人ともすごい。こちらも綺麗ですね。あ、日本に住んでるお孫さんです。これはスーパーのデザインをしたロゴです。実際に行ってみました。すごい。ナイスデザイン。
ワンちゃんのロゴもメアリーがデザインしました。かわいい。記念にこのバッグを持って帰ります。本当に仲良しでかわいいお二人です。憧れる二人ですね。そんな感じの仕事部屋でした。ありがとう、見せてくれて。 Thank you. You're welcome. そして外へ。とっても広い外。鳥も遊びに来ます。日本とアメリカの国旗で迎えてくれてました。嬉しかったな。そしてなんと馬を3頭飼っております。アップルちゃん、スピンとジョーの3頭飼っております。毎朝雨の日も雪の日もメアリーが面倒を見ております。メアリーありがとう。そして最後にピーターとメアリー紹介してくれたお花屋さんへ行ってきます。僕がお花を好きと言ったらここを紹介したいと言って連れてってくれることに。ワクワク、ドキドキ、どんな場所なんだろうと。ロバ。Hey, this is for you. Japan. Oh, thank you. Where is this from? Japan. Okay, wait. So how did you guys end up? We met. It's a long story. First of all, this is Takasu. By the way, I want to go to Japan, so. Whoa! Whoa! Come on, welcome to Japan. Oh, you would love their place to. I was cultural. I was gonna say to show you. So we plan it this way. We plan it this way, so they have to invite us. Okay. So they want, and he likes flowers and gardening, so they wanted to come here. So they're working on. Actually, these are on solid things, and then. I can't remember who the honorees are. I think it's like, I forgot. And then like 3,000 red roses, something like that. What's that? You'll say not the promise. Rendering, I think the original Chinese Center wall we did. That's that image of one. Wow. That's perfect. You can cut out. It's not there. It's not there. It's not there. Oh, I see. God, these because are it's a matter of pride. We have a cider press. If we can rain. Actually, why don't you say no? we could always use more. Wow. Wow. すごいね。いやおお。That's holding more stuff. Just evergreens and. おお。今ではいろんな仕事をやってるハリーさん。
でも彼女のスタートは小さなバンでお花を届けることから始まった。Tonight I'll follow you instead of TikTok. What do you think? Oh, thank you. やり方が。Yeah. Thank you. It's really fun. It makes arranging very, very easy. I think they can, maybe they can even show you in this. So this room is ready. Oh! Whoa! 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 So this is style. That's a lot, isn't it? Oh. These are from Mexico. So you could pick your china and your silver and set the table. And so we also do portfolio china and all of that stuff. So it's all here. And then they pick whatever they want and then we bring up the top. Oh, this is amazing. This is from Mexico. These are from Germany. Thank you. Bye. うん、今は鶏さんたちのお家になっている晩は自分の原点を忘れないようにとそばに置いてあるそうです。
それではまた次の動画で会いましょう。楽しみにしててねー。